嘘。あ、傘忘れてんじゃん。やべ、あれ敵の人だよな。違ったっけ。いやでも格好あれだし絶対そうだよな。でもこっちめっちゃ見てたし、でも関係ない。うわっ、あ、ダイナゼノンの怪獣使い。そうだけど、ああ、お腹すいた。まさか俺を食べるんすか。酔ってんの。もう一回確認するけど、俺今金持ってないからね。分かったってば。もうすぐになんだよ。結婚愚痴ってたくせに。で何、旦那紹介されてどうしたいの。俺何なんだよマジで。知らないよ。私だって知らないんだよ、小読くんのことも。私自身のことだって分かんないんだよ。他の人みたいにやりたいことなんてないんだよ、何にも。俺だってねえわ。だったら一緒じゃん。本当はごちそうするんで。おい、マジやなかったんすよ。いつもこうなんだよな。金はあるんすよ、ぎっしりあったんすよ。だったら一緒じゃん。小読み君に伝えておこうと思って。多分もう怪獣は現れないよらしいね。だからもう戦うこともないよ。私のこと憎い。うん、ムジナさんはムジナさんの仕事をしてただけなんだから。私は小読み君が憎いよ。絶対許さないから。離せ。